発車してください。はい、キリちゃんお願いします。お願いします。さあ皆さんがね、日々パワーをダンスパフォーマンスでくれたおかげでファイターズ優勝いたしました。せっかくなんで優勝の喜びを、皆さんから一言ずついただきたいと思います。じゃあキリンちゃんから。はい、私たちですねあの優勝を決めた瞬間にメンバーの一部の人たちと一緒に応援してて、もう本当にお店だったのにお店だってことを忘れて、みんな大声で叫んで泣いちゃって、もう本当にそれくらい嬉しくて、今3年目なんですけど、今まで続けてきて本当に良かったなって思います。ありがとうございます。はい、じゃあ谷口しおりさん。はい、温かいファンの皆様とファイターズで、このメンバーのファイターズガールと優勝できたことを本当に誇りに幸せに思います。応援ありがとうございました。はい、松田和樹さん。あれ、みんな集まったの？あれ、まだ伝説は続いてる。誘われない伝説、今日ぐらいいいよ。今日ぐらいその話はやめましょう。いや、私はお家で喜んでました。本当にね、嬉しかったです。はい、グラちゃん。はい、ですね、私もずっとファイターズが北海道に移転した年からずっと応援してきて、で去年からファイターズガールとしてファンの皆様と一緒に応援できたこと、そして今年もこのメンバーで最高のメンバーで応援できたこと、本当に誇りに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、もーちゃん。はい、この最高のシーズンを最高のファイターズガールのメンバーと最高のファンの皆さんと一緒に過ごせたことが本当に嬉しいです。まだシーズン続きますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ねさん。はい、一言で終わらせてください。感無量でした。ありがとうございました。素晴らしい。さあ、鈴木先生。さあ、ファイターズを愛する皆さん、優勝おめでとうございます。イエーイ。この優勝はやっぱりもうファイターズを愛するみんなで掴み取った優勝だと思っておりますので、最後の最後まで熱いご声援をよろしくお願いします。まだまだシーズンは続きますよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして最後はビール五十嵐亜希さん。はい、ビール五十嵐です。皆さん、ビールかけしました？飲みました、いっぱい。お、皆さん、たらふく飲みましたね。あ、持ってる方もいらっしゃいますが、ちょっとね、ガールのコメントみんなありがとうございましたばっかりで、もう終わりみたいな雰囲気になってるから、もうここは通過点ですから、1位で通過して最後日本シリーズ行って、みんなで最後日本一の勝利を味わいましょう。ということで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではその通過点ということなんですけれども、まずはリーグ優勝の喜びの舞といきましょうか。はい、3曲続けて、私たち踊らせていただき、すみません、興奮しちゃって、なんか今日まさかもラジオで喋ってきたんですけど全然喋れなくて。はい、では3曲続けてお楽しみください。それでは皆さん、いつもの掛け声お願いいたします。せーの、Go! Fighters!
ターズガールの皆さんに踊っていただきました。ありがとうございました。2回目の MC は安年哲也がお届けいたします。はい、ありがとうございます。安年哲也あ、今ちょっとモノマネしてみたんですけど、ね、あ、今モノマネだったんだ。もう一回やってもらっていいですか。もういいです、もういいです、もういいです。だって今の俺に特徴がないっていうのを言ったようなもんですよ。何でもなかったです。確かに俺の喋りはそんな特徴はないけれども。はい、もう聞かなかったことにしてください。俺仕事で人にうるさいって言われたの初めてですよ。放送とかこのなんかこのね、びっくりしました、ね。はい、じゃあ、こういうメッセージ届いてました、はい。ギャラクシーネームオラ広島さん行くなさんからなんですけれども、はい、はい、優勝しました、はい。ファイターズガールによる温泉旅行は開催されるんでしょうか。どんな計画が立てられているのか非常に気になりますというメッセージが届いていますが、何回か話出てましたよね。え、行くって言ってました。誰かが言ってた。でもさっき控え室で温泉旅行じゃないんですけど、ハロウィンみんなでやろうよってなって、はいはいはい、ハロウィン今年は多分ガールが全員同じ仮装して街の中に歩いてる。あのそれぞれ各々じゃなく、各々じゃなく、同じ、いや各々にしようかなって思ったんだけど、思ったんですけど、はい、思ったんだけど、いいよ、はい、飛ばしちゃうもんね。そうそう、はい、でも、あのみんなでなんかお揃いのポリスとかにして、はいはい、やったら可愛くない？これ絶対ブログに上げてね。あげます、あげます。今もうここにいる男性陣の声を俺が代弁します。言いづらいでしょ皆さん、俺が言います。絶対ブログに上げろよ。いやいや違う違う、俺は違う違う、代弁をしてるわけですよ。まあそんな感じで、そのハロウィンの予定だけ立てました、さっき控え室で。そうなんですね。じゃあ、はい、とりあえずハロウィンの様子を、ブログで見れるのを楽しみにしておりますので、何かで中継いたしますので、ぜひチェックしてください。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい。さあ、ということで優勝の喜びの舞はこの後もまだまだ続きますよね、はい。ちょっとじゃあそのダンス行きますって振りを、はい、あの徹夜っぽくやってください。いや今日はちょっと違うの考えてたんで、もういいです。あ、もういいですか。そうですか、わかりました。じゃあ、はい、行きますよ。はい、大丈夫です。 CS を1位通過できたということで、日本シリーズに絶対行こうねということで、みんないい準備を、せーの、日本シリーズ